ほっほっほっ。今日はひやさんの回続き。はい、やってまいりました。土台としてはここだな。ここを、はい、こういうのがあるでしょ。これでこう乗る。どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょうということで、今日もですね、今日はですね、ちょっとこうあのマイクの出てくる方向が変わってたりとかで、基本こっちにこう見なきゃいけないものを、ね、置いていることによって、必然的にヒヤさんを見ることになるっていう、そういうレイアウトにしてみましたね。ヒヤさん、マグニティです。はい、前回ヒヤさんのね、お家作りました。そしてね、中にトロッコ作るってでしょ。それを今日やっていこうと思っております。それでは、あ、本日もやってまいりまーしょーた。マグニティです。まあ、どこに繋げるかっていうのもあるじゃん。だから放置するところはもうだいたい決まってんすよ。スケルトンスポーナーは放置できる、トラップタワー、この2点ですね。今のところ多分この2つで大丈夫だと思うんですよ。まあ追加されていけばどんどんあのやっていくんですけれども、まずは収録外がございまして、ヒヤさんでも放置を大変行わせていただきまして、ヒヤさんが変な帽子かぶってるでしょ。あれはちょっと操作ミスでかぶってる。ここを放置したんですよね、ヒヤさん。うん、そうするとまあ変なアイテムが手に入ることによって、たくさんなんか帽子をかぶってしまったみたいな。で、なんかスケルトンもなんかこういうの落とすようになったんですよね。結構さ、前からだっけ、忘れちゃったけど。で、はい、骨をね、たくさん食べさせていただいております。これも必要ですからね。あとトラップターンもちょっと放置したし、一個問題があったんですよ。そう、これ収録で気づいたことなんですよ。これ非常に問題でね、昨日お家作ったでしょ。あの場所だとアイアンゴーレムトラップ読み込むかなと思って作ったんだけども、残念ながら読み込みません。気づいてた方いた？で、なんかここ二人乗りになってるし、あっちも二人乗りになってるんだよね。ね、お家ずっとヒヤさんここで待機してたんだけども、あのアイアンゴルムトラップのね、鉄の数見に行くよ。製鉄所をね、動かそうと思ったら、あそこつなげてこっちにもまた伸ばしてこないといけないんですよね。で、正確なポジションをね、ちょっと探っていかないといけない。4ジャンクって言ってたから、これいけるのかなと思ったけど、4ジャンクって意外とちっちゃいんだな。はい、やってまいりました。相変わらず後頭部が、そして、チェストを設置させていただきました。すでに金色になってて、レベルが上がってる無職の人は果たして師匠になるのかっていうのすげえ気にならない。だからこっち連れていきたいんだけど、どっちどれか分かんないから、これはもう運だな。あ、君だったか。ベッからの食券だい。おお、なりましたね。本棚の人は却下。ん？水中移動さんっていたっけか。あ、いた。どっちが安いかってことだよね。これ43、24、圧倒的に君の方が安いじゃない。まあまあ、でもほら、 いずれね、水中、この水中移動のね、さんのこれもいずれ攻撃ができなくなる可能性もあるから、一応置いとこう。2人いるよということ。あとね、ここにね、看板とかつけてね、どの村人がどれなのかみたいなのも分かるようにしたいなとも思っております。それでは本題の方にいよいよ行きたいと思っております。アイテムをご覧ください。さえはこれです。トロッコは確実にこんなには必要ないんですが、ちょっと考えてることがあるんですよ。ちょっとやってみたいなと思ってることがあるんで、ぜひ皆さん、お付き合いいただければと思っております。いろいろと問題ありますよね。まずトロッコでこの中進んでいくんだけども、問題としてはネザーゲートを越えられない問題。ガラスの上にね、線路を敷いてたとしましょうよ。そうするとここで必ずぶち当たりますよ。絶対にここ越えられない、トロッコでは。もし越えれたとしても、ここをまっすぐ突っ切ることになると、今度ね、高速ボートがこっちに進むことができなくなってしまう。それもまずいね。高速ボートは私の移動方法なんで、いつかね、アップデートでなくなる可能性ありますけど、今のところもう一番最高のね、移動方法になってるので。となるとですね、下なの。アンダーに、トロッコロードを作っていこうよということでございます。で、出発するところはこの辺りにあっていいじゃん。ちょっと考えてることがあります。まあとりあえずね、ずっと取っといて、このアンダーにね、こう下側にね、ちょっと降りて、で、そのまままっすぐ行って、目的の場所、そうだな、例えばこことかのその下も掘ってって、あそこに上がってくるみたいな。はい、皆さん、無言でやっておりました。なんとか形になったぞ。挙動を見てほしいんですけど、例えばですね、こうやってね、帰ってくるじゃないですか。あら、引っ掛けちゃった。あ、いけたー。皆さん、いけたー。見ててね、ほら、
もうこんだけ簡単にいけるんだったら、おしよしよしよし、うん、これでうまくいけばですね、こう、穴はもうここだけなので、ヒヤさんこう歩くのにすごい邪魔にならないでしょ過保護なんです。はい、あとは、ここから登り降りできる程度で言うと、ここ、こういう感じか？多分降りるのは多分これ大丈夫。登って降りるのは、あ、大丈夫だね。メッサトラップドア便利だね。これで、すげえ歩きやすいし、邪魔にならないトロッコ機構ができたと思ったけど、はい、もう作り方はもう頭の中入っちゃいましたんで、ちょっと一旦どけてね。この、滑らかな石をたくさん持ってきましたので、今回はですね、スケルトンスポナーの方と必ず、つなげるように、していきたいと思っております。下をつなげておりました。はい、こういう感じですね。ちょっと見ていただきたいんですけど、もう本当に、あとね、ここにガラスを敷いていた方がいいのかどうか、シーズン1の時はここにねガラスを置いてたんですよ。ここにっていうのはここなんですよね。この不透明ブロックはくぐり抜ける性質があるので、ここにガラスがあることで、例えば隣にガスとかいたとしても目が合わないので、敵対しないという、そういうメリットがあるんですよ。あったんですよ昔はね。それでできてたんだけども、はい、どうなんだろう今時って今時どうなんでしょうね。結構スケスポと多いなって。これスケスポじゃなくね、これ間違えたかもしんね俺。これこの距離スケスポジスペチパーのペチプルシュバッチャーだけどショバッチバッチバッチ、ここだったね、間違えたね。はい、ここまで解体させていただきました。そっちじゃなかったんだこれね。あれなんだよね、来すぎてるんだよな。でもね、実はね、こっち側にね伸ばす予定があるから、っていうのもあっちのあちら側に TT あるからね。TTTTTTT、 はい、あ、ちょうど真ん中だ、ここだ、このライン、ここもね、いずれね、こうカーブシステムっていうのもね作ろうと思ってます。基本こっち向いてんだけども、動力が来たらこの線路の向きっていうの変わるんですよ。それもね作ろうと思ってるんですけど、今日はそこまでは多分できないんで、そちら側に進んできゃいいんだろ。おかしいと思ったんですよ、スケルトンスポナスそんな遠くねえなと思って、下から行ってるからもう上が見えなくてね。さあ、このまま向こうまで掘っちゃいましょう。向こうのゲートに作ったシステムをそのままこっちに作るだけなんでね、サクッと作っていきたいと思います。サクッと作ります。あ、作り方解説しましょうか。いらない作り方解説言っとく。土台としてはここだな。ここが土台となって、別にこれ置かなくていいんだけどね。で、砂を置く。で、ここにサボテンを置くので、その周りを削る。で、サボテンからね、1,2,3,4,5,6,7,8,8 マス、8マスで作れます。ドロッパー、ドロッパーを、1,2,3 つ目に上向きで置いてください。で、そのドロッパーに対してホッパー、そしてそのホッパーに対してホッパーで、このホッパーに対してこう、これいるかどうかわかんないんだよ。今のホッパーはいるかどうかちょっと謎なんだけども。で、一番最後が、ディスペンサーですね。レールをつなげちゃいましょう。ディスペンサーの上にアクティベーターレールですね。で、ここにこうやって、さっきと同じであればこれで動くはずなんだけど。で、続きまして一番下にコンパレートですね。で、コンパレートの前にブロック、そしてその前にリピーターで、ブロック、観測者ね、こうするでしょ。で、次にこっちからこう向けるんだけども、そうすると動いちゃうから、こう2つ置くでしょ。今カチカチ言ってるんだけども、で、こっち向きの、粘着ピストン、はい、あとはもうここはもう埋めちゃって OK。 サボテンの隣は埋めないように気をつけてください。これでも動くは動くんで、はいで、この上もこうやって引いちゃいまして、で、ここから下に下がっていく感じだな。3つぐらい掘ってみます。4つ掘ってたっけ、もう忘れちゃったな。4つ掘ってたか。はい、もう機構はこれで完成します。で、この感知レールでアクティベーターレールで、このアクティベーターレールの上に乗ると下ろされるので、強制的にね、強制的に下ろすための機構でございます。で、この隙間あるじゃん、下にブロックがないところあるじゃん、そこに、レッドソンブロックを置いて加速レールで降りていく。はい、これで繋がった。はい、繋がりましたね。繋がったぞよ。うまく動いてくれるかな。解説は以上でございます。ここまで確か置けたはずなんで。スケルトンスポナーと。はい、こういうのがあるでしょ。これでこう乗るでしょ。いきますよ。さあ、行ってらっしゃい。おー。
久しぶりのトロッコの移動だな。はい、これ大丈夫です。安心してくださいね。ちゃんとこっちに移動しますので、あ、行くか。さあ、綺麗に何もせずとも着くのでしょうか。着いた。そして待ってると、うん、出てきた。これなんですよね、皆さん。いいでしょ、これ。なかなか冷やさん用だから、本当もうちょっと改良を加えていけるとは思うんですけどね。さあ、冷やさんがやってまいりました。マグリです。ヒほっ、いった。ヒヤが行きました。ヒヤが行きました。ヒヤさんの音を出す。さあ、このまま PE の方でも行くことができるのでしょうか。さあ、どうなっている。おお、行けた。マグリクエッシュ。というわけで本日は以上でございます。マグラジオ行きましょう。今回ヒヤさんに関する回なんでこちらでございます。兄弟ネームエビ豆腐さん。ヒヤさんは魚をよく食べる猫やイルカ、魚を大量に欲しがる漁師さんはお好きなのでしょうか、それとも目の敵にしてるのでしょうか。素朴な疑問です。ということで、友達だと思ってます。ジャイシ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 。トムさんのヒヤさんの新しい待機所で本を、魚の本を読んで待っているヒヤさんで、上で戦っているウィッチとスケルトン、こちらまた可愛い絵を描いてくださいました。ヒヤさんもちゃんといるんです。魚を持ったヒヤさん、ヒヤちゃん可愛い。ヒヤちゃんになってます、これ。ヒヤちゃんじゃん。これ私を描いてくださってるんですけど、サバメンマルチのね、やつも描いてくれておりました。ありがとうございます。片栗子さん、ブーレイピザトースト。本日はこの辺りで終了でございます。ナイスシステムでございましたでしょ。はい、では皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。本日誕生日の兄弟たちよ、おめでとうございます。マグリグウイスキー。そしてまたお会いいたしましょう。ほな、マグリグウイスキー。